美味しそう、ね、トマトたっぷり。うん、ちょうどいい辛さ。ありがとうございます。ちょうどいい辛さ、ちょうどいいトマト、めっちゃ美味しい。さあ、こちら鶴橋の駅からちょっとすぐのところですね、のもう入ったところの住宅街になるんですけれども、そうなんですよ、鶴橋って商店街だけじゃなくて住宅街にいきなりめっちゃ店あったりしますからね。いいんですよ、これ昔から。こちらかな、あ、そうです、ランチあります。めっちゃもうなんか一軒家、古民家、あ、めっちゃええ感じやな。あ、すいません、こんにちは、お邪魔します。あ、すいません、お邪魔します。こんにちは、あ、お邪魔します。めっちゃいいですね、雰囲気が。ありがとうございます。かわいい、お邪魔します。あ、こんにちは。あ、すげえ、椅子に全部花がね、これめっちゃかわいいじゃないですか。古民家を改装してカフェにしたこちらのお店、店主がもともとパタンナーをしていたこともあり、座布団などはすべて手作り。友人の家に遊びに来たようなアットホームな空間が広がります。ちょっとなんかドリンクいただきましょうか。はい、おすすめって何かありますか。はい、ありがとうございます。一応そうですね、なんか皆さんあの、うん、ちょっと時間かかるんですけど、はい、チャイとかすごく美味しいと言っていただいて、時間かかってもいいなら時間かかってもいいならいいですよ、チャイいいですか。あ、チャイいただいて、はい、お、何あれ、ミシン、あ、ミシンか。そうです。なんです、すごい、はい、びっくりしたびっくりした時計か。え、あ、時計もいい感じだし、ミシンもいい感じ。これあれ古いですよね、あのミシン。あのミシン古いですね。はい。はい。あ、これも、お、ほんまや。ほんま、これもミシンなんだ。ミシン台。そうです。え、これ、あ、踏むやつですか。そうなんです。ちょっとあの踏んでるうちにパキンって割れて、壊れてしまったんですけど。可愛いらしいな。絵は、絵はあの私の、あの高校時代の同級生が、はい、大阪で今結構ちょっと有名なイラストレーターに出てて、郵便局の通帳あるじゃないですか、はい、あれの可愛いバージョンが一冊あるんですね、はい、その通帳もこの人が書いてます。はい、だって全国ですか。あ、そうです、そうです、はい、そうなんです、そうなんです。濃厚なコクとまろやかな甘みが特徴のアイスチャイ。氷で味が薄くならないようシナモンなどのスパイスを多めに入れて作る一品。あ、すげえ、シナモン、そしてミルキー、いいですね。パッと花開く感じがしますよ、これ。シナモンの香りがで、すごい、なんだろう、ミルクのコクがパッと広がりつつも爽やかで、何杯でも飲めるチャイですね、これ。あ、おすすめの料理もいいですか。あ、はい、何がおすすめですか。はい、おすすめはパスタで、うん、アラビアータを用意させていただこうかなと。アラビアータってあれですよね、トマトっぽい。あ、そうです、ちょっと辛いやつです。そうです、そうです、はい、いいですか。はい、でもじゃあアラビア、はい、アラビアータ、はい、ありがとうございます。アラビアータです。はい、はい、お願いします。厨房の方は、はい、従業員の方は、僕は息子です。息子、はい、娘、はい、あ、え、家族、家族、家族でやってる。すげえ、息子が、はい、全部あれですか、スパゲッティ担当というか、そう、お食事は基本的に料理は僕が担当っていう形で、へえ、はい、出してもらってます。めっちゃいいですね、ご家族が 仲良しでちゃんとお店を経営できるっていうのは。およそ10年和食店や洋食店で幅広く経験を積んだ長男の佐原さんが作るアラビアータ。トマトソースに唐辛子を入れ
生パスタを絡めていきます。もちもちした食感と程よい辛さが癖になる一品。はい、お腹いっぱい来た。あ、めっちゃ美味しそう。はい、え、付き合わせのキノコのブルスケット。ちょっと息子さんすごいじゃないですか。え、おいくつですか。で27になりました。あ、27、はい、え、今日で。昨日です。昨日で、あ、おめでとうございます。27。いや、すごい、お若いのにすごい、おめでたいですね、27。これは美味しそうね、トマトたっぷり。うわ、これ見てください、これ。うん、めっちゃ美味しい。アルデンテ。ありがとうございます。アルデンテ、ちょうどいい辛さ。ありがとうございます。ちょうどいい辛さ、ちょうどいいトマト、めっちゃ美味しい。これ見てください、このベーコン、これがね、やっぱり主張してきますね。このなんていうんだろう、角中切りというか。角中すごい、この角材感がすごい。いや、なかなかないですよ、角材みたいなベーコン。うん、うわ、いや、ベーコン残るな。あ、ほんで後から辛味くる。いや、これは食べてほしいな。やっぱりこのお母さんのコケです。いや、まるでね、この友達の家に遊びに来たかのような感覚になる月光社さんでございますけれども、友達の家といえばこんな話がありましてですね、王さんという方がいまして、王さんはつい最近、引っ越しをした友達の N さんの家に遊びに行ったそうなんですよ。この N さんの家というのが大阪の繁華街中心地のど真ん中にある、雑居ビルの最上階にあったそうなんですけれども、王さんが引っ越し祝いで N さんの部屋に訪れた時に何か違和感を感じたそうなんですよね。それが天井のなんていうかね、隅角にから男の人の顔が突き出してると。で、王さんにはずっとそれが見えるんだけど、そこに引っ越してきた N さんには見えない。で、何、いや、顔があるよってずっと言うんですけど、 N さんは何のことを言ってるんだろうなと。ちょっと気持ち悪いこと言わんといてよ、せっかく引っ越してきてんから。まあ、そう言うんですけれども、まあ、王さんはずっと気になりながらも、数時間過ごして、でもあることに気づいたんです。この天井の隅の顔全く動かない。あ、だからこれは害はないんだと。だからきっと大丈夫なんだろうなっていうことで、まあ害はないからと、N さんに伝えて、まあ、家に帰ったそうなんですけれども、それからしばらくして N さんがその部屋を引っ越すっていうことになって、で、引っ越す前にもう一回王さんは呼ばれてその部屋に行ったんですけど、で、 N さんからいろんな体験を聞いたそうなんです。ここに住んでいる時にまず最上階の自分の部屋の玄関を出てすぐ隣にドアがあるらしいんですけど、そこが非常階段へ続く扉になっていて、その扉を開けると屋上に続く非常階段があって、その屋上へ続く道というか階段が鎖でギッチギチに固められて立ち入り禁止って書いてたんですって。これなんなんやろなと思いつつ、N さんは生活を続けるんですけれども、よくよくいろんな人に聞いて分かったのが、どうやら N さんの住んでいる部屋の真上の屋上から、まあ、とある、アーティストの方が飛び降りてしまったと。まあ、それ以降この非常階段は屋上に行けないように立ち入り禁止になっていたそうなんですけど、まあ、それを聞いた王さんが、あ、ということはあの天井の隅から突き出てる顔、飛び降りた方なんだなと、その話を聞いて思ったそうなんですけれども、 N さんが引っ越すその日まで全く変わらずのまま天井から顔は
突き出してたそうです。そんな友達の家で見てしまった話を僕は聞かせてもらいました。